1977年の広内信号場の周囲、約1トル範囲。右下が、新徳方面だが、この先で200度以上の R500 の大カーブを描いて、右上へと向かう。右上にその軌道が見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成広内信号場は、北海道上川郡新徳町座新徳にある。 北海道旅客鉄道根室本線の信号場である。電報略号はうち、地名より、1899年に、道地の広内と読みの農場に、高知県人が入植したことによる。両側の分岐器を、シェルターで覆った3線の信号場で、交換も及び、上下列車とも追い抜きが可能である。一線スルー化はされておらず、 建物と反対側の3番線が下り本線、2番線が上り本線で、1番線が上下対比線となっている。新特徴西部のオウム線の途中にある。根室本線と石章線は上落合信号場にて合流。同王の新しい動脈石章線プロフィールと撮影ガイド。鉄道ジャーナル16、22から27、七。本田三次。 小玉義明、江戸、北海道地名館次会、札幌市、北海道新聞社。 p156、isbn 48億9363万7606、億く4 0 4 9万1505、https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org スラッシュ oclc スラッシュ40491505018年10月16日閲覧。ありがとうございます。